ヘアアレンジやっていきます。じゃちょっとまず前髪乾かしますね。寝てる間に前髪に癖がついちゃうらしいので、最近はいつもアイロンする前に前髪一回濡らして乾かしてます。押さえつけるような感じでやっています。この髪の毛の長さで雨の日とか髪の毛崩したくないなって時にもおすすめのヘアアレンジを5種類ご紹介していきます。私の髪質なんですけれども、今これ縮毛矯正あってて1ヶ月ぐらい経ってる状態かな。やからちょっとマシなんやけど、かなり私はうねりがひどいタイプのくせ毛でして、もう小学生の時から縮毛矯正とかあってたりして、あとはアイロンも手放せん髪質で、ちょっと髪の毛がねアイロン焼けとかして傷んだりしてました。朝起きた状態から髪の毛はね今何も手を加えてないんですけど、やっぱちょっと広がってるかなって感じですね。過去に縮毛矯正当てる前の状態の動画も出してるので、よかったら見てやってください。髪質似てるなって方はより参考にしていただけるかな、どうかな。やっていきましょう。まず1つ目、これは最近の動画とかでもよくやってる、まあ、くるりんぱ系ですね。原則髪の毛はくくりたいんですよ。もう本当に広がるタイプのくせ毛さんは髪の毛下ろしてられへんと思うのよ。雨の日とかさ、下ろしたところで癖が出て広がってもうすんごい嫌な気持ちになるやん。だから私はねもうとにかくくぐって固めていきます。で全部ストレートアイロンでやっていきます。私割とストンと落ちてる前髪が好きなので、伸ばす感じでストレートアイロンかましてます。まあ、今は私癖収まってるからこのままくくるんやけど、縮毛矯正取れてきたりするとうねりとかアホ毛がすごい目立つので、そういう時はいつもねてっぺんだけこうアイロンとかしてます。まあ用意するのがこういうちびっこいゴム、100均とかに売ってるやつで、クリアのやつが一番いいかな。あとはヘアオイル、私が使ってるヘアオイルはこのゆず油と、あと最近美容室でもらったこのトラックオイル、これ金木犀の香りでめちゃめちゃ良いです。これ確かね1,2,3と種類があって、私の髪質にはこれが合うと思うよって言って3をもらったんですけど、金木犀の香りがしてねめちゃめちゃいい匂いなんよ。これもおすすめです。ケープも使います。ちょっと蓋どっか行きました。いつも髪の毛くくる前にオイルを塗ります。この時に前髪に真っ先に塗らんようにだけ気をつけて、まんべんなく髪になじませていきます。特に私広がりが気になるのがこの辺とかこの辺、くくったりするとここの毛がピロピロピロって出てきたりするから、この辺を結構ね重点的につけてます。こっちも同じように。で最後手に若干余ってるオイルを前髪のこの毛先の方につけておきます。前髪から変な毛いっぱい出てくんなってなったらいつもこうやって切っちゃう。しかもこれ前髪切るハサミじゃないっていうね。まずくるりんぱなんですけど、この耳の上の毛ガッと取ってで、これぐらいの量取ります。まあこれもね毎回毎回的確に同じ量取ってるかって言われたら全然そんなことはないんですよ。はい、こうやって髪の毛取って、で上の方でキュッて結ぶんじゃなくって、ちょっと下らへんで結びます。はい。そしてお友達にくるりんぱのやりやすいやり方を聞いたんやけど、ここど真ん中ぶち開けてこう穴を通すんじゃなくって横側でやった方がいいよって聞いたので、これやるとねてっぺんがパックリ割れへんかったんよな。だからね私はこの辺に穴を開けてサイドにくるりんぱを通します。でくるりんぱしたここをちょっとキュッとして、ちょっとずつ爪でつまんでほぐします。こうほんまほぐすの苦手って方はねマジでちょっとずつちょっとずつやっていきゃいいと思う。私もこれほんまに苦手で、もうとにかく練習あるのみですね。後ろにもでっかい鏡を置いてこうやって見たりして感覚をつかんでください。はい、こんな感じでどうじゃ。そしたらここでねてっぺんもこうほぐしていきます。確かにね真ん中にパックリ開けてくるりんぱした時ってここがへこんでてここの毛がめっちゃ出しづらかったんやけど、この方法を聞いてからねなんかめっちゃいい感じにほぐせるようになったんよ。こんな感じ。じゃあ次残ってる毛もこれくるりんぱしちゃいます。残った耳の裏らへんの毛を全部持っていく感じでくくってくるりんぱします。この時残った耳の上裏らへんの毛があまりにも少ないなって方はてっぺん取る時の量をちょっと考えてみてもいいかもしれん。そしてまたちょっとサイドに通してくるりんぱしてちょっとずつほぐします。で最後こんぐらい髪の毛が残りました。私はこの顔の横、ここになんか毛がくるようにね美容院でカットしてもらってるので、ここの毛とあとはねここの短い毛、これをね巻きます。あんまり遅れ毛の量が多くてもちょっともさっこくなっちゃうかなと思うので、まあこんぐらいぐらい
かな。私は結構ねお団子にしちゃうことが多いので、お団子のやり方をやっていきます。これもねクリアゴムで結んじゃいます。でここで髪の毛がちょっと短い方はこうやって留めて、さらにここにこうゴムを巻きつけて、はい、これで完成でもいいと思うんやけど、私最近ちょっと髪の毛が伸びてきてて、若干ここの毛の長さが中途半端なので、もうちょい髪の毛が長い方は一旦この位置で結んじゃって、2つに分けてそれぞれを三つ編みしちゃってもいいかも。同じくクリアゴムで留めちゃいます。これをすることによってなんか変な毛が出てこうへんくなるんよね。もうちょっと髪の毛長さある方はここで2つに分けて三つ編みせんでも1本も三つ編みにしちゃってもいいと思います。そのやり方では過去にも動画出してるので、何年前の動画やねって感じやねんけど。はい、ってことで二股に分けました。これをもうとにかくこうやってぐるっと巻きつけて、そして最後このヘアゴムで留めてあげる。ほ、はい、ってわけでこんな感じになりました。でこの時にちょっと毛先がピョンって出ちゃうのが不格好で気になるなって方は、こういう大きめのピンとかで留めてあげたらいいかなと思います。私やったらこの辺にちょっと出てるかな、こうねぶっ刺してこんな感じで留めてあげても可愛いんじゃないかなと思います。はい、じゃああとは仕上げにおくれ毛を巻くのみです。おくれ毛はねなんか S 字に巻くのが好きなので、基本こういう巻き方です。もうコテは使わず、いつもねストレートアイロンでやってます。こうウェーブっぽくするって感じかな、おくれ毛。めっちゃ余談やねんけどさ、最近ヘアアレンジとかもうなんか全然やってなかったんよ。プライベートの話からね、動画もまあ全然してなかったと思うねんけど、私自身が全然ヘアアレをしてなくって、いやこのままじゃいかん、なんかちょっとヘアアレしようと思ってね最近いろいろやってます。あとはこういうコームでちょっと形を整えてあげて、そしたらケープでちょっとまず振ります。後ろの方とかも振ります。私はね特にこの辺がほんまにあんだけオイル塗ってもこう下がってくるというかボサボサになってくるので、ちょっとここは固めます。あとおくれ毛はちょっとここのオイル取ってまとまりをいつも出してます。この辺もねおくれ毛ほんまに広がってくんのよ。私すぐ髪の毛が広がるので、でそれで塗ったのでまたちょっとと前髪も毛先だけ塗っておきます。コームで形整えて、そしたら最後にいつもこのコームじゃないよ、これ持ち歩いてるからコームがどっか行きました。なので今日はこれでやります。コームにケープ吹きかけて、これでこう前髪をコームで溶かしてあげる。これ多分やってる子多いんじゃないかなと思うんですけど、ケープはやっぱ前髪につけることによって形が崩れにくくなる。そして私は緑のケープじゃ弱かったので紫使ってます。なんか裏側もやってあげた方がいいらしいねんけど、ちょっと私ねめんどくさくていつもこれで終わらしちゃうことが多いんですけど、コームがないとかコームちょっと使いたくないなって方はもうケープをね指先にこう噴射する、こうやって塗ってあげて、これを毛先にこうしていくだけでもいいらしい。これ美容師さんから聞いたんやけど、梅雨の時期とかその雨の日とかでもこういうちょっと崩れてほしくないとこにこうやってケープ吹きかけてキュキュキュって塗っておくだけで全然持ちが違うって言ってたから、もうね髪の毛が硬くなるなんてそんなん知らんのよ。私髪の毛の硬さよりも崩れへんっていう方が大事なので、ガチガチに固めていっちゃいます。でちょっと塗りすぎるとおくれ毛の巻きが取れてきちゃったりするので、私も今若干こっち取れてきてんだよね。ちょっと塗りすぎひんようにだけ本当お気をつけください。ちょっとラティスで買ったこちらのヘアピンでもう一回留め直そうかな。ちょっとシルバー系のやつですね。うまいこと言ってますか、見えてる？ということで、まず一つ目のヘアアレンジ、こちらでした。いかがでしょうか。二つ目のヘアアレンジは、くるりんぱ玉ねぎヘア。ってことで、まずくるりんぱしていきます。はい、また先ほどと同じようにくくります。そして、で、サイド入れ込んで、はい、こんな感じでくるりんぱしましたら、ほぐします。ほぐして、髪の毛のてっぺんとかサイドを若干ほぐしていきます。こんなもんでいいでしょう。そしたら、この段階から玉ねぎヘアを作っていきます。それぞれ髪の毛の長さに合った個数分ヘアゴムを用意してください。私のこの長さでヘアゴム3つぐらい、ラティスとかスリコで買ってるヘアゴムを使います。玉ねぎヘアをする時の、その玉ねぎの部分が、崩れにくくするためにはやっぱり一つ一つの玉ねぎをきつく結んだ方がいいので、こういうヘアゴムじゃきつく結ばれへんって方は一回こういうクリアゴムとかでキュッと結んでから上にこういうゴムつけてあげてもいいかなと思います。まあ根元の部分はね普通にくくっちゃいます。オイルつけます。このヘアアレンジする時もこの段階でね、この辺にオイルをしっかり塗ります。はい、じゃあこの辺で結んじゃいます。こんな感じ、一旦クリアゴムで玉ねぎ作ります。
ここに上からゴムをかぶせます。リボンがこっち向くように、あ、ちょっと向いてくれリボン、こっちやリボン、はい、こんな感じ。最後ちょっと毛先らへんも結びます。で結構ね、向きに肩がつくので自分が向いてほしい向きに直してからほぐします。でもやっぱりどうしてもね、ちょっと毛が出ちゃうんやけど、この長さやとまあもう気にしないです。はい、ということで毛先にもゴムを結んでいきます。でこういう玉ねぎヘアをした時にギュッて結ぶと、ここのくるりんぱしてる毛も下に下にこうギュッて結ばれちゃうので、ゴムが出やすいです。なのでちょっとギュッとやって、このゴムを上の方に入れていくイメージで、このくるりんぱしてるとこ若干ほぐしてあげて、うまいこと隠すようにする。けどどうしても見えちゃうって時はこういうクリップかまして隠したりします。くるりんぱと玉ねぎヘアの合わせ技。さっきのくるりんぱお団子は若干まあ綺麗めな雰囲気やったかもしれないんですけど、やっぱ玉ねぎヘアってちょっとカジュアルになるので、お洋服に合わせていろいろとくるりんぱの下を変えてみてもいいんじゃないかなと思います。お次、3つ目のヘアアレンジ、お羊さんヘアアレンジでございます。まあこれは過去にもご紹介してるんですけれども、この間ライブに行った日の Vlog で2日目ハラライのライブに行った日にしてた髪型なんですけど、ヘアアレンジも紹介してほしいっていうコメントいただいたので、まあ本当にめちゃめちゃ簡単です。普段使いからちょっとそういうライブとか特別な日とかにもできる簡単だけど可愛いヘアアレンジかなと思います。私は遅れ毛を出す方が好きなので、遅れ毛も出します。もう2つ結びにしちゃう、ここでもお団子にしちゃう、もうこれだけよ。でこの毛先が首元に当たるとチクチクして痛いので、これをもう後ろ側に持っていきます。後ろ側に持ってって、でこの上からちょっと色物のゴムを巻きつけたりして、こういう感じでね、ちっちゃく若干ここの毛もなんかほぐしたりして、でも髪の毛の長さによってはね、ほぐしすぎちゃうとちょっと崩れるのが早かったりするので気をつけてください。だからこういう可愛いゴムの下をこのクリアゴムでがっちりしっかり留めるのがねすごく大事なんですけど、いっちゃん時短でやろうとするともう工程はこれだけです。後ろもこんな感じ。帽子かぶるけどちょっとおしゃれに見せたい時とかにすごいもってこいな髪型です。いい感じに可愛くなるかなと思います。で、キャップと合わせてみると、まあ、こんな感じです。あ、ちなみにこの帽子はラティスでちょっと前に買って、さっきのバケハはグレールです。これもちょっと前に買ったやつだから、今はもう売ってないかもしれへん。あまりにもコーデが緑すぎるよね。お気に入りすぎて一生使ってるコンバースのキャップです。こんな感じで着ても可愛いんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。結構ね、頭に何か乗せたい時とかもね、おすすめのヘアアレンジです。じゃあもうちょっと凝った、そしてもうちょっと崩れにくいお羊さんヘアアレンジにしましょうか。まずこれてっぺん2つに分けるでしょ。分けた後のこっちのこのトップの毛取ってくるりんぱしちゃいます。そしてまたその次の段結んでくるりんぱしちゃいます。でまたちょっとここもほぐしておきます。ですとサイドがなんかちょっとおしゃれになります。これくるりんぱしてるだけなんやけど。でまたこのクリアゴムでこうやって結びます。でこの状態でさっきみたいにこれでもいいんやけど、もうちょっとと崩れにくいのにしたい場合はこれ1本で三つ編みでもいいんやけど、1本の三つ編みできひんって方はね、またこれを2つに分けて三つ編みしちゃってもいいかなと思います。私はちょっともう1本でまとめて三つ編みしちゃいます。ほどけるギリギリまで三つ編みして、このクリアゴムでしっかりがっちり留めます。でこの段階で若干ほぐしといてもいいかもしれん。でも毛先ギリギリまで三つ編みしてるとちょっとほぐしにくいので、気持ちボリューム出すぐらいで大丈夫です。ちょっと出しすぎちゃったかも。でこれも毛先が首元に当たっちゃうとチクチクする。これ私の毛が痛めるからなんかな。いやチクチクするよな。まあこうじゃなくって、もうこれを縦にペコンって折る感じで、でまたこのクリアゴムで結んじゃいます。あ、でこの時毛先を結んでるこのゴムの下ら辺でクリアゴム止めると毛先が落ちにくくなるのでおすすめです。この辺かな。ほい、こんな感じ。ちょうどこれの上ら辺で留めてるかな私今。そして可愛いヘアゴムで留めます。ゴムがちぎれたのでピンク色に変えました。でこっちも同じようにやっていきます。はい、ってわけでできました。羊さんヘアです。もちろんねこのくるりんぱ線でも全然可愛いです。まあ、こなれ感が若干出るかなぐらいですね。このヘアあれ若干幼く見えるかなって思うので、さらに私パッツンやからね、ちょっとこういうセットアップっぽいの合わんかなと思うんで着替えてきます。てん、まあ、ちょっとこういう感じで
友達と遊びに行きたい時とかにいかがでしょうかね。この髪型シーンで買いました。トップスはこれグレールで、ボトムスのパンツはジーラです。購入品も紹介してます。鼻先とか若干チーク塗るとね、バブみが増すって聞いて、わしは最近取り入れてんねん。よくわかんないです。こうやって言ってるのハイライター、なんかチークっぽさもあるハイライトなので気に入って使ってるんです。ちょ、よくわからんわ。ちなみに後ろ姿はこんな感じですね。前髪巻いてる方がいいかもしらんな、この髪型の時は。はい、ってことでいかがでしょう。じゃあお次はまあシンプルなお団子ヘアでもいきましょうか。まあ、私の髪の長さがねこんな感じで、まあ、お団子ができるぐらいの長さなんですけど、まあ、ボブの肩とかやったらやっぱりねお団子しようと思ったら落ちてくると思うよ。やからお団子のちょっと高さを2段階ご紹介しようかなと思います。じゃあまず上ちょっとトップバージョンいきます。私あのお団子するときはまず一つまとまりで髪の毛取って、この時やっぱ手ぐしがねいい感じにこうゆるっとなるので手ぐしでやります。でこの時に上に持っていくのが苦手な方はね頭下げちゃったら、まあ、あとは重力に任せるだけで、今日私はねもうすでにオイルベタベタ塗ってるから塗らないんですけど、やっぱりどうしても癖が広がるのでお団子する時もこの段階でもう手にねオイルとかワックスつけてこうまとめ上げてます。とにかく結びます。で私はねもうこの段階でテープバリバリ振って先にヘアピンで髪を留めます。めっちゃ落ちてくるからね。私はだいたい4箇所ぐらいかなピンで留めてんので、ここでちょっと待って、なんか噴水みたいになってる。あ、これを短い毛と長い毛を一緒に巻き込むように三つ編みしていきます。で毛先もゴムで留めてちょっとほぐします。あ、超ほぐしすぎたらね短い毛も出てきたりするから慎重にちょっとずつまた爪でつまんで出していきます。でこれを、まあ、ちょっと巻きつける、巻きつけた状態でピンぶっ刺してもいいんやけど、私はピンぶっ刺したら落ちてくるので根元をゴムで求めちゃいます。で家にいる時とかやったら簡単にねもうくるってして止めるだけなんやけど、ちょっと出かける時それこそ絶対に崩したくないって日はもう三つ編みにしてそれを巻きつけてます。こんな感じで、私なんでこんなにすぐ癖出てくる。で最後やっぱケープでねあの固めるのを忘れずに、このお団子の部分にも振りかけておきます。根っこゴムでくくりつけるだけじゃ不安って方はピンで留めてからねゴムで留めたりとか、逆にゴムで留めたくない方はねピンぶっ刺しまくったりしてもいいかなと思います。はい、まあ後ろはこんな感じです。でこのてっぺんまで髪の毛を持ってこれないって方はこんな感じで髪の毛を持っていける高さにして同じようにお団子しちゃってください。やっぱ三つ編み線状態でくくりつけるよりもやっぱしといた方がね崩れにくいので圧倒的に案外大事かなと思います。これで髪の毛を巻きつける、まあ、こんな感じかな。やっぱこの位置でお団子するんやったら最初にやってるぐるりんぱしてお団子する方がなんか垢抜け感はあるかなと思います。ちょっとほぐしてマシになったかな。はい、というわけでお次最後のヘアアレンジでございます。あ、これは雨の日でも髪の毛を下ろしたいそんな日におすすめのヘアアレンジです。髪の毛ハーフアップにしちゃいます。ってことでちょっと着替えてくるわ。はい、この間の自由の購入品でご紹介してるコーデですね。耳の上あたりからまあこれぐらい取ってっちゃいます。でまたお団子部分三つ編みしてもいいんやけど、今回ハーフアップなのでもうこれにしときます。で正面向いて髪の毛ほぐしてちょっとトップのボリューム出してこんな感じかな。で残った毛ウェーブ巻きとかにしても可愛いんですけど、雨の日やったらねウェーブ巻きしても取れちゃうかなと思うんで S 字に巻くだけ、こうやってこう後ろの毛も前に持ってきて巻いちゃいます。結構外羽の巻きは強めにしてます。 S 字っぽい感じで巻いてみました。後ろの毛を前に持ってできて巻くのが巻きにくいって方はめんどくさいんですけどね、ブロッキングしてまずここの毛から巻いちゃってもいいかも。とにかく外巻きをきつめにしておきます。はい、髪の毛が巻けましたのでこれにねこのオイル塗っていきます。このトラックオイルってやつがねいい感じに塗り感出してくれるので髪の毛を下ろすときはねこれ気に入ってます。まあこの間の GU のね購入品の時はこれにこのユニクロの伊達メガネをかけていました。こういう感じ、
あ、でも結構こういうハーフアップってさ、カジュアルなんかと思いきやちょっとお姉さんっぽい感じでもいけそうや。あのアクセサリーによってはなんかどうちょっとデートコーデとかにもいけそうじゃないですか。はい、後ろから見るとこんな感じです。これトップスはシーンです。髪の毛長くってこれが長すぎて気になるって方は三つ編みか、もしくはもうねじってねじってねじってもう巻きつけてあげるのが一番かなと思います。三つ編みもしくはねじる場合はここ結んでるゴムでかくない方がいいと思うので、ちょっと一旦このクリアなゴムにして巻きつけておきます。はい、まあ、これやったらね、こうピョンって出てる毛も気にならないかなと思うので、よかったらやってみてください。正直ハーフアップぐらいやったら毛先で巻きとかが崩れちゃった時に直しやすいので、ちょっと雰囲気変えたいなって時におすすめのヘアアレンジでございます。私が実際に雨の日とかね、どうしても髪の毛崩したくないっていう日にやってたヘアアレンジでございます。ちょっとでも参考になっていたら嬉しいなと思います。というわけで今日も見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。